壁に図面のようなものが刻まれているぞ。これは多分湖と水路を表してるんじゃないかな。水路？中央の大きな円が湖とすると、そこから4本の水路が伸びてる先はちょうど4つの遺跡の位置と重なるわ。そうか、それぞれの遺跡の地下部分を満たしてた水は全部この湖とつながってたのか。湖の水がなくなれば全ての遺跡が地下へ降りられるようになってたのよ。それと図面上の遺跡の位置に重ねて描いてある絵は、湖の遺跡に爪、谷間の遺跡に羽、真っ赤ロックには鱗、黒竜洞の遺跡には牙。これはそれぞれのラピスが奉られてる場所を表してるんじゃないかな。遺跡はあと3つか。このまま湖底を通っていけば対岸の真っ赤ロックへ出られるかも。行ってみようよ。忍さん、カイアスさん、無事でしたか？ディールこそ、ここには黒竜の波動は来なかったの？いえ、波動はクライチェン全土に及んだようです。でも、地を這うように広がったためか、山の上にあるバルクルーサだけは被害を免れました。私たちはちょうどそこにいたんで助かったんです。クライチェンは
バルクルーサを除いて壊滅です。来るとこまで来たか。でもうまくいけば次に波動が襲ってきても今度こそ防げるかもしれません。ここの祭壇に書かれた古代文字からそのヒントが得られたんです。それは毒で毒を打ち消すのです。だけど波動は防げたとしても黒龍が目覚めてしまったら。あ、鱗のラピスは？祭壇にあるはずの鱗のラピスはどうしたの？ラピス？あの青い宝石のことですか？そうだ。ごめんなさい、努力はしたんですが。どうしたの？領主様に献上すると言って兵士たちに奪われてしまいました。ただの珍しい宝石だとでも思ったか。取り返さなきゃ。そういえばガーゴイルのトラップはどうして動かなかったんだ？それならもう解除しました。ラピスを取ると祭壇の下の歯車が回って石像に黄金の針を打ち込みガーゴイルの石化を解く仕掛けでした。注意してればすぐに分かる簡単な細工ですよ。さすが天才少女。なんだかそれじゃあっさり引っかかった俺がバカみたいだ。まあまあ、そうふてくされないの。ただでさえいつも機嫌が悪く見えるんだから。俺はずっとそんな顔してるのか？うん、たまにはニコニコしてみたら？こうか。やめて、それなんか変。ふん、剣士の顔を見て笑うとは失礼なやつだ。カイエスってやっぱそのままの方がいいみたい。ここの水がなくなったということは谷間の遺跡や黒龍洞の遺跡でも同じように。何も言うな。言いたいことは分かっておる。わし一人だけが生き残ってるのが下船のじゃろうが、正直なところわしは自分が生きてるのか死んでるのかとっくに分からなくなっとる。人づてに聞いたところでは湖の向こうの連中は波動を浴びて魔物に返じたそうじゃの。わしの場合は毒を食らい続けたせいで連中とはまた違った特殊な変わり方をしたのかもしれん。なんというか、生きながらゾンビになったような気分じゃよ。だからこの村の連中とはうまくやっていけると思う。そう、今まで通りにな。こういうのも悪くはないわい。
羽のラピスがない。ガーゴイルの石像も。クソ、どうやら敵に先手を打たれたな。お前は。剣士カイエス、やはりこの場所へ戻ってきましたね。まじないし、いや、お前は黒竜の使徒だったな。そう、そしてあなたに道を示す者。お前は俺に黒の剣の後継者への道を示した。それは黒竜の封印を解かせるためだった。だがお前たちはそれでいいのか。封印を解くべき黒の剣は同時に黒竜を滅するものなのだぞ。私たち三使徒は黒竜に身を捧げた巫女。すべては運命のオリートに組み込まれていたのです。人形に封じられていた剣の意志が目覚め、その剣を携えし黒髪の一族の者、そして剣の継承者たる剣士が一堂に会した。今この時こそが我が恩主黒竜ライベルンが目覚める時。我が恩主が黒の剣によって倒されるか否か、それもまたあなたを含めた我々の選ぶ意図。なるほど、ならば俺は黒竜を倒すぞ。お前はどうする？俺を止めるか？止める気になればいつでも止められます。ほう。私の力は鏡でも、まだその時ではないでしょう。あなたが黒の剣の後継者として彦様の魔の力を受け入れるならば、私たちが戦う必要はありません。彦様こそは封じられていた剣の意志、
そして剣の力の源、あなたはすでに獅子神剣が緑星章なしにはただのロングソードだということを知ってますね。黒の剣にとっての緑星章が彦様なのです。では黒竜道にてお待ちしています。あなたに天地の精霊の加護があらんことを。
逃げる他に何ができるというのだ。我らの力では黒竜には太刀打ちできん。市民を捨て自分たちだけが助かろうとする気か。貴族には国を守ろうという勇気はないのか。こんな土地に未練などないわ。どうせわしらは移民だったのだ。ふるさとの地へ帰ればいいだけのことよ。黒竜をめぐる争いは、元はといえばお前たちが遺跡の調査を命じたことから始まったんだぞ。しかしあんなとんでもないものとは思わなかったんだ。わしはただ古代の知識と財宝が欲しかっただけだ。わしらのせいじゃない。無責任極まる連中だな。こんな奴らにこの国が治められていたとは。貴様らは許せん。待て、剣を抜くんじゃない。そうだ、お前に水晶の鍵をやる。あの鍵さえあれば城に残してきた宝物は取り放題だぞ。だからな、ではこれを。おや、妙だな。確かに持っていたはずなのだが、どこかに置き忘れてきたか。それともまたメルフィナがいたずらして持ってったのかもしれん。あの子はキラキラするものが好きだから。そういえばメルフィナはどこだ。どうせその辺で遊んでるんだろうが、もし見かけたら鍵はあの子からもらってくれ。メルフィナは何よりも大切なわしの宝物だ。あの子だけは黒竜から守ってやりたい。ほーら、見つけた。葉っぱが4枚もあるぞ。いいだろう。ほらほら。おい。ん？意外と子供好きなやつだな。おめえは。カイエス。チッ、この野郎。飛んだところを見られちまったな。言っとくけどよ。いいかおめえ。子守をしてるからって、俺をなめるんじゃねえぞ。おめえにはバルクルーサの酒場でやられた借りを返さなきゃならねえんだからな。あれから俺も腕を上げたぜ。今やったらあの時のようにはいかねえぞ。よく覚えとけ。水晶の鍵？お父様があなた方にお渡しするよう申されたのですか？でもここにはありません。鍵はお父様のおられる部屋のベッドの中に隠してありますの。お父様を驚かせて差し上げたくて。
笑いたければ笑うがいい。わしにはこうするしかなかったのだ。待て、俺たちは鱗のラピスを探している。お前らが持っているんじゃないのか。鱗のラピスだと？竜の鱗の形をした青い宝石だ。あなたたちは勝手に逃げればいい。でも黒竜を倒すには鱗のラピスが必要なの。あれは城に置いてきた。信用できんな。表に置いてある積み荷を改めさせてもらうぞ。さすがにやるじゃねえか。だが俺様はそう簡単にはいかねえぞ。どけ。お前とやり合っている暇はない。ふざけろ。今度はてめえを這いつくばらせてやるぜ。また負けちまったかよ。俺は貴族の警護のために船に乗る。もうてめえに会うこともねえだろう。てめえに地べたを舐めさせられなかったことだけが心残りだぜ。じゃあばよ。
イエスさん、忍さん、今お二人を探しに行こうと思ってたんです。ずいぶん時間がかかってしまいましたが、ようやく黒竜の波動を防ぐ方法が分かりました。すごいじゃない。それでその方法は？毒には毒をです。黒竜の波動はあの黒い鉱石の波動と反発するんです。黒い鉱石と波動が？どっちも同じ毒じゃなかったの？いえ、毒素として見れば同じで、その及ぼす効果も同じなんですが、そう、磁石の S 極と N 極が反発するような感じと思っていただければ近いです。なんとなく分かったような。しかし、あんなものを身につけていては今度は鉱石の毒にやられてしまうぞ。黒い鉱石の発している波動に指向性を持たせることができれば、なんとか使えるようにと努力しているんですが、物が物ですから今のところ。黒い鉱石で防具でも作るというのか？身につけてるものには影響を与えず、黒竜の波動を創殺してくれる効果を出したいんです。毒には毒、毒の専門家にでも聞きに行ってみるか。黒い鉱石のことで何か知ってる人がいると助かるんですが。黒い鉱石とあの波動が反発する？黒い鉱石に指向性を持たせろ？まったく貴様ら次から次へとろくでもないこと。そりゃな、このわしにならできるかもしらんが、そのためには黒い鉱石が大量に必要だな。大量にだと？いつぞや持ってきたちっぽけなかけらでは足りんということよ。この村を出て東南へ行くと、黒い鉱石のせいで学者どもが閉鎖した鉱山がある。あの洞窟へでも行って掘り出してくるんじゃな。入り口の鍵は学者どもが持っとるじゃろ。もし運よく黒い鉱石が手に入ったら、真っ先にわしのとこまで持ってこい。できるだけのことはしてやろう。黒い鉱石が見つかった鉱山ですか？どうしてあんなとこへ？黒い鉱石を防具にするのなら、それなりの量が必要だと思うがな。いいのでしょうか、そんな危険なことまでカイエスさんと忍さんに頼って。これは貴族出身の学者が船に乗る前に話してくれたことですが、以前あの鉱山からは貴族の命令によって大量の黒い鉱石が掘り出されたそうです。
彼らはそれを自分たちの身を守るためだけに使おうと隠し持ち、古文書の検閲した箇所に記された製法で密かに波動防御の装備品を作っていたと。ですからその時の大量採掘が原因で鉱山にはもうほとんど黒い鉱石は残ってないんです。私たちが発見した時、あんな小さな欠片しか見つけられなかったのはそのせいだったんです。今あの鉱山を探しても思うように黒い鉱石が見つかるかどうか、もしあったとしても奥深い場所にしか残ってないでしょう。それでも波動を防ぐ手立てがなければ黒竜と戦うことなど不可能だからな。今はできる限りのことをやるだけだ。わかりました。ならばこの鍵を。この鍵があれば閉鎖した扉を開けられるはずです。すまない。いえ、私の方こそ。それからもし黒い鉱石を見つけたならこの布を使ってください。黒い鉱石の毒を防ぐために開発した試作品です。これで鉱石を包めば水銀の毒が鉱石の毒を操作してくれるでしょう。貴族たちが作った波動防御の品は全て彼らが持ち去ってしまったようです。彼らの屋敷を探してももう何も残ってないでしょう。
こう、黒い鉱石を取ってきたのか。うん、しかもこれを包んでる布は水銀を使って生成しておるな。これを考えたのは学者どもか。何やつが作ったか知らぬが、なかなかやるわ。この発想を応用して、わしの特製の毒薬を鉱石に注入すれば。よし、少し待っておれ。これじゃ、これじゃ、できたぞ。これで鉱石の性質が大きく変わったはずじゃ。では、鉱石を防具にできるんだな。無論じゃ。だが言っておくが、ここにはそんな設備などないぞ。わしは薬師じゃからな。あとは学者どもにでも何とかしてもらえ。これがあの時あったらな。